はい、皆さんこんにちは、ヒッポ922です。ですね、今回はね、スナじゃなくてアサルトを使っていきたいと思います。アサルトのコグマーク5のクラス6のね、アサルトライフルですね。まあフラハイヘビーデューティータクティカル RDS エクステンドという感じでやっていきます。だからそうですね、サブ武器ですね。サブ武器は何しましょうかね。使ったことないんで、これ使ってみたいと思いますね。ラトー G。はい。これをね、一応サブにして、フェードアップ。はい。で、まあ、フラッシュにしてみました。はい。ではやっていきます。あ、でもそうですね。フラッシュにするんだったら、こちらをですね、これかな？これにした方がいいかもね。はい。それはね、ちょっと、初めてね、フラッシュハイダーちょっと使っていきたいと思います。はい。アサルトライフルはですね、あまり使わないんですよね。自分は基本フルオートっていうんですかね。連射できる銃は大体ボスクを使うんで、まだ、バタ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 って打ちたいときはボスクですね。まあ、理由はレートが高いから。まあ、レートが高いとか発射レート、ダラララララっていう感じがね、結構、あと音が好きなんですよね、ボスクの。だからあまりアサルトはね、最近は使わなくなっちゃいましたね。結構、自分のモダコン実況も最初の方はね、アサルトばっかだったんですけどね。フレットをね、出したあたりから結構使わなくなってしまいました。We can do this. はい、まあやっていきます。コグマーク5、ラトウジ。はい、行きましょう。こっちかな。ラトウジってどうなんだろう。これは使え、なんかね、ゴミって聞くんだけどよく。そこら辺どうなんだろう。あ、やばい。お、効かない。素晴らしい。ちょっとミスったと思ったんだけどね。敵に投げて。多分効いてますよ。よし。少し銃声出して相手に気づかれたいんだけど。ちょっと引こう。どこにいる？ほら、よし。どっかからエニシが聞こえるってことはこっちか？違うか。そっちか。ちょっと待って。積極的に行かなきゃ意味ない。積極的に行くぞ。2キルじゃろです。このままね、レースしないでいきたいとこですが。やばい。どこからか狙われてるぞ。はい。どこ？よし。いいぞ。あとね、なんでこのアサルト使おうかなと思ったんですけど、その理由ですね。ボスクと同じように、発射レートが高いからですね。あと、覗くと強いんで。強いって言い方はちょっと不適切ですね。覗くと威力が上がるんで、そのレッドよりも威力が低いっていう問題っていうのをうまくカバーできてるわけですよ。上に行ったらいるなぁ。上、後ろから来てるか？やっぱね、スナよりかは結構敵に遭遇しやすいので、アサルトは。結構いいですよね。ほら。よし。どうしよう、こっちか。あー、危ねえ、危ねえ。でね、やっぱここはちょっとあれ使いにくいですよね。空爆とか爆撃が使いにくいんですけど。Let's see how they deal with this. 爆撃。どうだ、一人誰です。よし。おお、いいね、いいね、いいね。おお、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 みんな固まってたんかな、これは。おお、初めてだよ、この爆撃機でこんなね、キル取れたの。ありがとうございます。爆撃機、ありがとうございます。はい、あとございますと、いつまで経っても言ってらんないんですよね。一回も死んでないから、フラッシュもないしね。ちょっと敵がなんか固まってるのかな、これは。
あ、やべ、後ろに。はい、言うとですね、実況中にですね、弟が帰ってきて、ちょっと放置したらね、一回やられてしまいました。まあ、このままだと多分ね、20キル0です。いけたんかな。ちょっとね、惜しいですね。もったいない。なんかね、一時停止で嫌いんでね、やっぱマルチなんで。少し残念なんですけど。行きます。タクティカル RDS やっぱ覗きやすい。あ、なんだ。おー、これはサポートのやつですね。敵が出てこないな。どうだ。まあいないですか。敵が出てこないんだな、これな。ちょっと仲間マリーがやられてしまうと思う。よし。ヘッドヘッド。ペイバック。敵が出てこないんだな。どこにもいるのかよくわからないですね、これ。敵いっぱいいるのにな。もうちょっとね、たくさんやっていく。横から。こっちか。結局このラトウジー使ってないね。一回ぐらいね、キル、これでしたいものですが。リロードが長いぞ。おっと、ナイスタンスな。どこにいるんだ？どこにいるんでしょうか？あ、いた。まあいいや。どうだ？俺のあたり。そうだね、これは、超微妙。はい、こんな感じです。17キロ4ですですね。おってか、なんかヒルサインが綺麗に並んでるじゃないですか。オレンジ緑、オレンジ緑って。湘南色ですね。はい。わからないか。湘南色ですね。まあ、詳しくはウェブページを。あとフラハイ、あともう少しだな。入ってよりはね、前回ちょっと微妙な感じになってしまいましたね、前回のバトル。今回はね、一応建設現場となりました。まあ、建設現場でバン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 やっていきたいところですね。出してどうでしょう。あと、おっ。そいつは消えてないでしょ。We can do this. はい、じゃあやっていきまーす。敵がどこにいるかよくわからないってことと、あとカメラリセンターね、これね、早く直せやってね。ほら、これ直してる時にいつもやられるんですよ。こう毎回毎回、なんで直さなきゃいけねえんだ、これを。ねえ、カメラリセンター毎回毎回オフにしてるんですから、オフになってくださいよ、いい加減。オフにしろ！ちょっと。はい、というわけでやっていきます。いやあ、いたけど、後ろから回り込んでくる。お、フラハイ来た。いやもうほとんどの武器解放して、ほとんどのアタッチメント解放しちゃったんでね。この感動が久しぶり。解放の感動が。
いるじゃん。よし。ラトウジ。なんでこっちやられてんだ？よし。お、ピストルサイレンサーが来たぞ。よし。ラトウジ強いじゃねえ、これ。どうやべ、そんないる。あれ、2人いるよ。もう一回。よし。爆撃まで来たね、これ。おー、コグ使って構えてますけど、俺もコグですよ。じゃあね、よーし、これで終わりですよ。あれ、あ、味方こっちにもいるんだからさ。コグマーク5、この V ってのは5ですよね。マーク V、 いや、マーク5だ。からちょびっと顔を出していく。あ、なんだこいつ、なんていうんだ、タクーンを倒した。おーし、爆撃が残ってんでね。ごめん、味方だった。おー、何してんだ。ダメか、みんな内側にいるか。やばい。よし、やっぱ覗いて撃つと威力が上がるって言うんでね。あー、不発かな、これは。一発ぐらい当てたいところですけどね。よっしょ。あ、味方だった、ごめん。よし、これは味方にも影響あるんだね、もちろん。逃げてないぞ、これは。よーし。やっぱりね、このマスク強いですね。やっぱ自分にはね、効かなくなるんでね、あれが。みんな結構、動かないかな、これ。ヘッドショットになってて、空爆か。空爆でも十分いいぞ。おっと、でも空爆が来るぞ、ここは。みんな逃げた方がいいと思うけどな、これな。あれ、不発？不発かな、これは。ちょっと、スコアが悪いね。まあ、ラトウジがあるから大丈夫だろう。おっと。マグナム。やっぱちょっと長いね。おっと、ドットサイトもゲット。おっと、瞬間移動。瞬間移動寄せ。どうしましょうかね。みんなここにいるんだよな、みんな。よし。なんかみんなから集中攻撃ね、受けててちょっとかわいそうですけど。ここは相手がどう出るかですよね。あれ、なんかバクったぞ。相手が横から来るか、それはわかるぞ。俺だったらそうするからね。ドローン。よし、ヘッドショットちょっとね、狙いに行ったんでね。あ、でもやっぱこれ、レッドがね、発射レートが高くて、やっぱ使いやすいですね。自分に結構合ってるなっていう感じがしますね。はい、人が来ない。おっと、これは。よし、よし、空爆。よーし、よーし、よし。あとは、あ、ミスった。上にここにいる。いやー、そこにいたら俺は狙うよ。うん。顔をね、出してくれちゃってるんで。あー、一体いるね。あー、なんだ、味方かい。あまり中にいると空爆が出せないんで、どうにか、中に、じゃなくて外にね、来てほしいとこです。おっと、もう出すしかないでしょう。
外しましたね。言葉を失いますよね。やっぱそこまで下手だと。おっと、少し待って。バーン。おっと、足が強い。ここからどうやって、まあ、勝ってるっちゃ勝ってるんですけど、ここからラプジーを使っていくか。精度が悪い銃なんでね。ラプジーきついけど。せめてでもこの砂を倒したいところですけど。あっ、お金すにやられちゃったな。はい、まあこんな感じかな。うん。実行した瞬間に、はい。はい、こんな感じですね。まあまあな、そこは。はい、というわけでね、今回は、こちらのコグマーク5の方を使っていきました。まあね、これからいろんなね、アサルトとか手出したいと思うので、まあぜひご覧ください。あとね、もっともっとね、実況スキルが上がっていくといいなと思います。というわけで今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。